ラファエル・マルケス・アルバレスは、メキシコ・サモラ出身の元サッカー選手。元メキシコ代表。ポジションは、DF ・ MF。2001年12月に、メキシコの女優と結婚し、二人の子供を設けたが、2007年、初頭に離婚している。1996年、17歳の時に、CF アトラスでキャリアをスタートさせ、CF アトラスでは77試合に出場した。 1999年、遺跡金600万ユーロでリーグアンの AS、モナコに移籍した。AS モナコのスカウトは、チリ代表のパブロ・コントレラスを視察するためにコパ・アメリカに赴き、その試合でマルケスが活躍をしたことから、両者と契約を結んだ。マルケスはすぐに成功を収め、クラブをリーグ制覇に導いた。2003年、 リーガエスパニョーラの FC バルセロナに移籍金500万ユーロで移籍した。FC バルセロナではかつて FW オラシオカサリンがプレーしており、クラブ史上2人目のメキシコ人選手となった。2003から04シーズンはリーグ戦21試合に出場し、リーグ戦は2位で終えた。2004から05シーズン途中には、ティアゴ・モッタ、エジミューソン、ジェラール・ロペスなど、 終盤の底を務めていた選手が相次いで離脱したため、本来のポジションであるセンターバックではなく守備的ミッドフィールダーとして起用されたが、チームは17度目のリーグタイトルを獲得した。レバンテ UD 戦ではリーグ優勝を決めるサミュエル・エトーの得点をアシストしている。2005から06シーズン終盤には左膝を負傷して1ヶ月の間チームを離脱したが、 UEFA チャンピオンズリーグ準決勝 AC ミラン戦ファーストレグで復帰した。2006年5月17日に行われたアーセナル FC との決勝にも出場して2から1で勝利し、メキシコ人として初めて同大会優勝を果たした。2006FIFA フフワールドカップ後、マルケスは2010年6月までの延長契約にサインした。 2006から07シーズンに負傷したにもかかわらず2007年夏には、他クラブへの移籍が噂され、クラブでの未来は、漠然としたものであった。コパアメリカ2007で、トップフォームを取り戻し、大会有数のディフェンダーとして3位というまずまずの結果を得た。2007から08シーズンは、素晴らしいスタートを切り、キャプテンのカルレスプジョルの負傷離脱中は、 新加入のガブリエル・ミリートと強固な信頼関係を築いた。しかし、度重なる怪我により、フォームを崩した。後半戦はほとんどチームに貢献できず、チームもビジャレアル c f に追い抜かれて、リーグ戦3位に終わった。2008年夏には、アメリカのヒューストンで開催された、フリーキックマスターズ2008という大会に出場し、ロナウジーニョ、リオネル・メッシ、 ロマーリオラ多くの名フリーキッカーを抑えて優勝し、優勝トロフィーと共に賞金100万ドルを獲得した。2008年夏にロナウジーニョが AC ミランに移籍したことで、フランクライカールト前監督が就任時に獲得した選手の最後の生き残りとなったが、ジョゼップ・グアルディオラ新監督はマルケスへの信頼を示した。2008から09シーズンは、 プジョルと共にセンターバックのファーストチョイスであり、2008年12月13日のレアルマドリード戦では FC バルセロナでの公式戦、通算200試合出場を達成した。2009年4月28日の UEFA チャンピオンズリーグ準決勝、チェルシー FC 戦で左膝を負傷し、チームメイトより一足早くシーズンを終えた。2008から09シーズンはリーグ、コパ、 デルレー、UEFA チャンピオンズリーグの三冠を達成する歴史的なシーズンであったが、マルケスはピッチの外から優勝を喜んだ。2009年夏にはセリエ A のフィオレンティーナからオファーを受け取ったが、FC バルセロナで選手生活を終えたいと主張して残留した。2009年11月にはクラブとの契約を2012年まで延長した。2010年2月20日、 ラシン・サンタンデール戦で復帰後初得点を決めた。7月31日、クラブとの契約を解除してフリーのみになった。FC バルセロナで最も成功を収めた外国人選手の一人であり、7シーズンの在籍期間中に12個のトロフィーを獲得している。242試合に出場して14得点したが、この試合数は外国人選手としては、 クラブ史上8位、非欧州国籍選手としては、クラブ史上最多の記録だった。2010年8月2日、MLS のニューヨークレッドブルズと3年契約を結んだ。マルケスはクラブにとって3人目の特別指定選手であり、8月3日に、ティエリ・アンリと共にレッドブルアリーナでお披露目が行われた。8月8日のシカゴ・ファイヤー戦で、MLS デビューを飾り、 8月21日のトロント FC 戦で初得点を決めた。10月21日にニューイングランドレボリューションに勝利してイースタンカンファレンス優勝を決めた。2014年8月4日、セリエ A のエラスベローナに移籍することが所属元のクラブレオンから発表され、8月7日にエラスベローナからも移籍が発表された。2015年12月20日、 フルスアトラス FC に復帰することが発表された。2018年7月自身のインスタグラムにて現役引退を発表した。2014FIFA ワールドカップに出場したマルケス1999年にはナイジェリアで行われた FIFA ワールドユース選手権に出場し、グループリーグの U-20 オーストラリア戦と U-20 アイルランド戦で得点を挙げた。 決勝トーナメントでは、ルシアーのガジェッティラを擁する U-20、アルゼンチン代表に勝利したが、累積警告のために準々決勝の U-20、日本代表戦には出場できず、チームも敗れた。1997年2月5日のエクアドル戦で、メキシコ A 代表デビューした。百九十八年の百九十八 f i f a ワールドカップには招集されなかったが、 同年のコンカカーフゴールドカップと1999年の FIFA フフコンフェデレーションズカップ1 9 9 9では優勝を勝ち取った。日本と韓国で共催された 2002FIFA フフワールドカップでは23歳だったにもかかわらずハビエル・アギーレ監督からキャプテンを任されメキシコ代表の4試合すべてに先発出場した。グループリーグでは力強いプレーを見せたが、 アメリカとの決勝トーナメント1回戦では、レッドカードを受けて退場し、0から2で敗れて、ベスト16に終わった。2006FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選では必要不可欠な選手であり、リカルド・ラボルペ監督に選出されて、本大会にも出場した。グループリーグ3試合すべてに出場し、決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦では1の、 で破れたもののメキシコ唯一の得点を決めた。2010FIFA ワールドカップでもキャプテンを務め、開催国の南アフリカ戦では79分に得点を決め、2から0で勝利した、フランス戦では、ハビエル・エルナンデスの先制点をアシストした。2014FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、キャプテンとして4度目のワールドカップ出場を果たした。 グループリーグ第3戦のクロアチア戦では、自身3大会連続ゴールとなる先制点を挙げ、さらに、エルナンデスのゴールをアシスト。大会選定のマンオブザマッチに選定される活躍で、メキシコの6大会連続の16強入りに貢献した。フィファ・コンフェデレーションズカップ2017のメンバーにも選出され、グループリーグ第2戦のニュージーランド戦に途中出場し、 準決勝のドイツ戦にも途中出場した。3位決定戦となるポルトガル戦には先発出場し、延長106分までプレーした。2018FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれた。グループリーグ初戦のドイツ戦に途中出場し、ワールドカップ5大会連続出場を記録した。これは、元ドイツ代表ローター・マテウス、元メキシコ代表、 アントニオ・カルバハルに次ぐ3人目の異業となった国際 A マッチ147試合19得点。ありがとうございます。